創造博物館はアメリカ合衆国のケンタッキー州文軍ピーターズバーグに建てられた博物館、創生博物館とも訳されている。創造科学と若い地球説を支持するキリスト教弁償学的不協団体、アンサーズ・ウィン・ジェネシスが2007年に設立した。同館は旧約聖書、創世記の時期通り、記述そのままに天地創造がなされ、 科学的にも実証できるという立場を取り、進化論を否定する。また、地球の年齢は、数千年とする若い地球説を支持している。この主張に基づき、人と恐竜が同じ時代に生活する様子を表現した展示物も置かれている。2009年には無神論者の正体を企画し、これに応じた学生団体のメンバー304人が、 同年8月7日に創造博物館を訪れた。アメリカでの創造論と進化論の議論は盛んであり、米世論調査企業ギャラップが2010年2月11日に発表した調査結果によると進化論を信じていると答えた米国人は40%であり、過去10年間に行われた調査においても44から47%の人が創造説を支持している。 ありがとうございます。